はい、みなさんどうもこんにちは。ニヤニカスオタクのまこさんです。はい、皆さんはお元気でお過ごしでしょうか。いやー、本当にもう鬱陶しい季節ですね。梅雨もう本番という感じでね、梅雨なんですけど7月になりましたね。はい、7月は、18切符が下旬から使えるようになるってことですけど、18切符5回分も使わないよっていう方とかね、あとはそこまでお出かけしないから土日にちょろっとお出かけできればいいとかね、そういった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、でそうですね18切符とは別で急に思いついたから、特にね関東圏に住んでる方とか、ちょっとこう少しだけと少し遠い場所に行きたいっていうね方もいらっしゃると思います。はい、では今日はそんなあなたにおすすめのフリー切符を紹介していこうと思います。はい、じゃん、こちらです。はい、のんびりホリデースイカパスですね。はい、これ首都圏の方からすると知名度は高い方なんじゃないでしょうか。知ってるよっていう方多いと思います。はい、私が使ったのはね、もちろんこの単発のお出かけの時にも使ったし、あとはあれですね、奥多摩の方とかね行けるんで、その奥多摩の方とかに結構遠いところから茨城県の方からね、行ってた時とか多分使ったような記憶があります。はい、でこちらはスイカを持ってる方が買えるんですね。はい、スイカというのはこういうカードのスイカ、モバイルスイカどちらでもいいです。で、1日2670円でご覧の区間をね、周遊することができます。はい、もうちょっと詳しいやつここに貼っときますけど、はい、結構範囲が広いです。東京近郊区間とほぼ一緒じゃないかなっていう、レベルですね。東京近郊区間っていうのは時刻表のね、このだいぶ後ろの方とかに書いてあるやつなんですけど、あの区間ですね。はい、だいぶ近い感じで、はい、これ1日で2670円ですね。はい、で、そしてこれが使えるのがね、土休日、主に土休日です。はい、でそして特例があります。今の時期だったら18切符とほぼ同じ時期、7月20日から8月31日まで、これはね毎日使えます。はい、だからもうほんと18切符の保管にもちょうどいいですよ。はい、春はね4月29日から5月5日で、そして、冬はですね12月29日から1月3日っていうね特例の区間もあります。で通年販売してます。はい、でこれの買い方なんですけど、JR 東日本はね割と現地で買えるやつが多いですね。どこそこなんか例のさ JR 西日本みたいにどこそこのウェブサイトで、はい、予約して、はい、発券してみたいなことはなかなか少ないです。はい、でこのカードのね、スイカの場合、こういう私とこういう同じカードの場合は指定席券売機だと黒い券売機ですね。はい、黒い券売機で普通にこう切符買うとね、こうオレンジのさ切符が出てくる機械あるじゃないですか。あの機械とかで買うことができます。お得な切符っていう欄を選んで、これをねスイカ差し込んだら買えます。はい、でビューカードっていうのを持ってる方いらっしゃいますよね。スイカ付きのビューカード、クレジットカードみたいな、裏にこう定期券情報を書き込めるみたいな、あれの方は黒い券売機のみですね、買えるのは。はい、そこはお間違いなくお願いします。あとはモバイルスイカの方、これはスマホ内でこのモバイルスイカのこうアプリあるじゃないですか、あれ開いてお得な切符買えるところがあるんで、あれで操作してね、のんびりホリデースイカパスっていうのを当日買います。でそしたら当日ねピッとねかざすだけで乗れるようになります。はい、でね、この普通にこのスイカで買うときにですね、このカードのスイカでも別にこうクレジットカードとか入れて買えるんで、全然現金じゃないといけないってこともないんで、結構ね便利です。はい、で、これ2670円、例えば東京から奥多摩まで行くんだったらちょっとねギリギリ元取れないんですけど、途中下車めっちゃしますっていう、ちょっとね途中の道中も楽しみながら旅したいですっていう人だったら、多分結構元が奥多摩までだとしても取れてくると思います。他にもね、小田原だとか、あとは茨城の方土浦だとか、栃木の小山とか、足利とかね入ってますから、足利フラワーパークとかにね春の時期ですけどね、もう過ぎちゃったけどね、夏は何だか分かんないけど、ああいうところに行くのもちょうどいいし、そういう時使ったような記憶がありますね、足利フラワーパーク。うん、
で、あとはまあ奥多摩ですね、はい、山梨県大月まで行きますね、はい、でそして、茨城県君津とか木更津とかね、そのあたりまで行きます。成田空港もねもちろん行くので、自宅から成田空港までが、めっちゃ遠いですっていうことは、さすがにそんなに元は取れないと思うけどね、うんうん、成田空港周辺にこう往復で用事があるんだったら使ったらいいと思います。はい、で実はですね、これと兄弟の切符っていうのが存在するんですね。あの皆さんご存知でしたでしょうか。それがあの週末お出かけパスっていうやつですね、はい、それはあのスイカ型じゃないんですね。普通にあの紙のこう切符が出てくるタイプのフリー切符なんですけど、あれはですね、2720円ですね、若干高いです、これに比べると、50円かな50円で合ってる計算、50円ぐらい高いです、違いはですね、これは新幹線乗れないんですけど、普通列車だけなんですけど、その、週末お出かけパスっていうのはあの新幹線の特急券を付け足したらあの一緒に新幹線に乗ることができるっていうねやつ、そしてあとくるり線に乗ることができます。こののんびりホリデースイカパス、くるり線は乗れません、はい、っていうね、はい、このなんていうんですかね、このスイカにこのなんか柄をさ印字しないでほしいって思う方いらっしゃるじゃないですか。でもね、皆さんご存知でしたでしょうか。このスイカの表のこの柄っつったらなんか柄が悪いな柄の悪い言い方で申し訳ないんですけど、この柄はですね、実は券売機でね消去することができるんですね。皆さんこれ知ってましたでしょうか。定期券のこの柄とかね、これは印字したやつは消去できます。緑の窓口でもやってくれるので、柄取ってください、柄取れよクソって言えば取ってくれますんで、もうちょっとね言葉遣いは丁寧にお願いします。はい、はい、でこの切符をね、まあ、使うといい場面っていうのをね、まあ、改めて言います。もちろんね今の時期だったら18切符の保管だとか、18切符5回使うまでもない、まあ割と中距離ぐらいまでの、旅を1日したいっていう時に、使うといいですね。あとこれ改札普通にね、まあ、通れるんで有人改札行かなくていいからすごくね便利ですからね、まあ、そういう、利便性をちょっと重視したい時とか、はい、であとこれはね私がよく喫煙所探しの時に使ってる切符ですね、はい、喫煙所探しの時にね結構首都圏の都区内だけじゃなくって外にも出ていくんで、そういう時はこれよく使ってます。だからこれ先日の日付になってますね、6月22日この日に喫煙所探しをしに行ったからこれを使ってるわけですね、はいまあこういうなんか各駅下車の旅とかの趣味してる人もいると思うんですけど、そういう方のためにもいいですね。小田原の方までとかね結構行けるんで、はい、いいと思います。ゆりかもめとかかな、こういうのもね乗れますんでね、はい、でまあ普段の土日でね、まあ、ふらっとちょっと気分転換に旅に出かけたいですっていう時はこれがやっぱりね一番いいです。これもね買いやすいし、はい、でこれね、まあ、買い方わかんないとかだったら緑の窓口がある駅だったらですけど、緑の窓口最近減ってるんですよ。ある駅だったらなんかそういうの欲しいですって言ったら、まあ、教えてくれるんで、あとは、まあ、ない駅だったらなんかこうで電話というかインターホンみたいなやつ最近流行ってるじゃないですか、まあ、ああいうのとかでも教えてくれるんでね、スイカ1枚持っておけばこれは買えます。はいはい、というわけでですね、まとめですけど、はい、この世にはのんびりホリデースイカパスというね、便利な切符があります。1日2670円でご覧の区間を巡ることができます。関東近郊ですね、はい、で通年販売ですけど使えるのは土日、そして、特例の期間、特に夏は7月20日から8月31日まで毎日使えます。はい、でスイカで買うんですけど、スイカはこのカード型でもクレジットカードの裏のやつでも、モバイルスイカでも何でもいいです、まあ、スイカだったら何でも OK です。楽しければ何でも OK みたいな感じですね、はい、で、これと同じ、兄弟の切符っていうのがありますが、新幹線に乗りたい、くるり線に乗りたいっていう時は、50円多く払って、そちらを使った方が、週末お出かけパスをね使った方がいいと思います。はい
はい、でこれで、大まかな買い方とか、まあ、買い方そんな難しくはないと思うんですけど、ご購入方法とか、お分かりいただけたでしょうか。もしね、なんか、取りこぼしてるところがあって、これ疑問なんだけどわからないっていうこととかあったら、お気軽にねコメント欄にコメントをねよろしくお願いします。はい、もうあまりにも取りこぼしてたらまた動画撮り直すんでよろしくお願いします。はい、じゃあここまでねご視聴いただき誠にありがとうございました。はい、じゃあ、まあ、今回は私がよく使うこれをね紹介しましたけど、これと、もう親戚のような切符とかね、いろいろ他にも紹介していこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、それではね、このチャンネルでは今後とも旅とヤニカスに関する動画をねじゃんじゃん投稿していきますので、ぜひともチャンネル登録、そしてね高評価も忘れずよろしくお願いします。はい、それではここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまたお次の動画でお会いしましょう。